鳥取県水産試験場、境港市は20日、一つの体に雌雄両方の特徴を持つ奇形のズワイガニが採集されたと発表した。同試験場によると、過去に兵庫県の漁船が発見した例があるが、県内で見つかるのは初という。同試験場によると、奇形のズワイガニ、重さ 430.9g は、甲羅の裏側にある、腹節、がメス特有の円形をしている。しかし、甲羅の幅は108ミリもあり、一般的なメス、95ミリ以下、よりかなり大きく、オス並みのサイズ。生殖器はオスメス両方のものが確認できるという。田子漁協所属の沖合底引き網漁船、第2度も含まる、が日本海で漁獲し、18日に境漁港、境港市、で水揚げ。卸売市場での選別作業中に発見された。今後、剥製にして、県立鳥取カロカニッコ館、鳥取市、で展示する予定。同試験場の太田武之、主任研究員は、原因は全くわからないが、非常に珍しい個体、と話している。